こんにちは、たま先生やで。みんな DNA のこと、だいぶ分かってきたか ?DNA が社長で、その社長が社長室から持ち出して、連れてきて連結するってやって、そうやってタンパク質を作って、そのタンパク質がいろんな働きをしていく。そんな感じだったな。本でも、ただこの社長と三兄弟だけが偉いんか、言うたら、そんなわけでもなくて。 核の中には、長男の転写を助ける基本転写因子やプロモーターがあったり、どのタンパク質が必要かとか、どれくらい必要かっていうのを教えて調節してくれる調節タンパク質がいて、そいつらのおかげで60兆個の細胞の DNA は全部同じなのに、骨の近くでは骨に大切なタンパク質を、足の近くでは足に必要なタンパク質をって選択的遺伝子発現ができてるんや。 縦に一列に並ばせても、一センチで千個も並ぶくらい、めっちゃ小っちゃい0.01ミリくらいの細胞の中に、こんな細かく会社みたいに役割分担されて、そいつらがそれぞれ働いてるって。 生物ってめちゃくちゃ不思議で神秘的やな。本でもそれだけ絶妙に奇跡的なバランスの中で生きてる細胞やからこそ、その指示を出す大事な社長の DNA 自体が紫外線とか放射線で変わったり、社長が良くてもその RNA3 兄弟のミスとかで正しく指示が伝えられないとか、そんなこんなでうまく下に指示が伝わらへんっていうことが起こると、突然変異言うて別のができる。それでうまく働かへんようになったりするんが、今めっちゃ死ぬ原因になってるガンなんや。それ聞くとまためっちゃすごいよな。 縦に並べても1000個で1センチって0.01ミリのやつなのに、そのたった1個の DNA が少しおかしくなることがきっかけで、約2メートル弱もある俺らの体が死んでしまうこともあるやなんて。弱の可動域がでかいわね。散々神秘的な話聞いといて感想そこかよあんたがしょうもない見栄は張るからでしょ。身長も月収も人より10は少ないくせに。ゴーンてなわけで最後におまけでガンの話を言えとくわ。受験には出るような範囲じゃないんで、興味ある人だけ見てみてな。 よし、ほな、おまけで、ガンの話をやってみるで。ガンっていうのは、アニメでも言った通り、DNA がちょっとおかしくなってしまったせいで、いつもやったら働き物のいい細胞ができるところが、全然働かへんようなやつができることやね。ほんで、このガンのまずいところっていうのは、自分で作ってしまったっていうことやね。 普通悪いバイキンとかやったりすると、白血球がすっ飛んできて、ボコボコに殴って倒す。せやけど、ガンやと自分で作った細胞やから、白血球が、こいつ悪いやつやーって対治したりすることがないね。言うなれば、家に急にうわーって入ってきた泥棒とかやったら、警察呼ぶと、お前何じゃこいって言って叩き出してくれるけど、我が子がバリバリのヤンキーになって家で暴れてたら、一応それ家族のことですんで家族で頑張って解決してくださいみたいな。そんな言うて警察が帰るんと一緒や。せやから結局、体を守る白血球が、体の敵やーって攻撃することがなくて、なかなか治りにくいっていうことになるんや。 しかも、グレてヤンキーになったって言うんやったら、自分が同じように親になったり、子育てするときに親の気持ちが分かったりとかして、大人になるほど改心することもあるけど、がんの場合、その細胞がまたいい細胞に戻るっていうことはあらへん。しかも、この悪い細胞ってじゃあ実際どんな悪さをするんかっていうのがミソで、実は、 どっちかっていうと、ヤンキーというよりニートに近いね。つまり、なんもせえへんっていうこと。肝臓には肝臓の働き、腎臓には腎臓の働き。そんなん体の各部署にはやるべき仕事っていうのがあるんやけど、癌になった奴らっていうのは一切仕事せえへん。一日中ダラダラしながら、でも取る栄養はしっかり他の細胞同様パクパク食べていくね。まっさに体界のニートやな。てなわけで、そうやって働きもせんとパク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 食べてるから、めっちゃ楽やろ普通の細胞やと一生懸命働く場所で働いてると、まあもう十分働いたわ、言うて、定年が来る。 医療の専門用語で言うたら、アポトーシス言うて、自分で死ぬってやつや。 せやけど、こんな日頃くっちゃにくっちゃにしながらだらだら生活できんねやから、そんなん定年が来たところでやめるわけはないよな。てなわけで、アポトーシスで定年退職するなんてこともせえへん。な白血球で外に叩き出すこともできなければ、定年退職させることもできひん。一番やめてほしい奴がずーっとやめんと居座り続けるね。しかも居座ってる間、こいつも細胞やから、ずーっと新しい細胞を細胞分裂で生み出し続ける。せやから働かへん。でも定年退職もせえへんような奴らがいっぱい増える。日本家ってそうやん。 働きたくないから2度やろう、いうような奴に生活保護なんか与えとったら、あ、そんなんサボって楽できるんやったらめっちゃいいやんって言ってどんどん増えて。近頃やとインターネットを誰でも触れるようになってるから、こんなんやったらうまくできるで、いうやり方なんかすぐ広まって、どんどん一気に生活保護が増えて、最後は日本勝ってダメになる。それと一緒や。体も働けへん奴がいっぱい増えて、それが体中に飛び散って。肺、はい、なら空気交換をせなあかんとか、肝臓やったらアルコールを分解せなあかんとか。 腎臓なら血液をきれいにせなあかんって、それぞれ持っとる働きがあるんやけど、それらも働かんくなるから最後に死んでしまうんや。ってなわけで、いっぱい遺伝子の情報が書き込まれてる中の、ちょうど真面目に働きますとか、定年退職やりませんとかっていう、そういう部分が細胞分裂の時のコピーミスとかなんとか、何かしらの原因で壊れることによって誕生するんや。つまり、癌っていうのは、働かへんのに定年退職もせんと、めっちゃ増える自分の細胞っていうことやね。 せやから体から叩き出すことができひんっていうことで、実際手術の時にはその部分をごっそり俺ら人間の手で取り出してあげるとか、肝細胞って大概くっちゃねくっちゃねして、しかも長生きしてるからめっちゃ太ってることが多くて、その太ってボヨボヨになった細胞にだけ効くようなやつとかを作って、それで攻撃したりして直すんや。 どうやおまけの癌の仕組み分かったか癌はインフルエンザとか、そういうバイキンとかの病気とかと違って、人からもらうもんやなく、自分が生み出してしまった病気なんや。しかも体に何か悪さするとか、毒を出すとかって言うんやなく、ただ働かへんっていうこと。やから100、100%予防するとか、正直難しいしゃあない部分もある。でも人生やったらそうやない。 飽きたくない楽したいやるべきことなんかやりたくないってなることもあるけど日本は素敵な場所や美味しい食べ物めっちゃあるからそんなとこ回って楽しんで美味しいもん味わってよしまたこんな楽しい思いするために頑張るぞ耐えるぞそうやってサボりたい気持ちとかポイって捨てることができるね俺らは人間や生きとる以上癌になるっていうことはあるでも心の癌の方は治すことも予防することも何でもできるねせやかめっちゃ面白い人生にしようめっちゃ面白い人生はめっちゃ頑張ったやつの場所にある そうやったらもう行くしかないよな。何を頑張ったらええかわからへんどう頑張ってええかわからへんうっさいボケ。とりあえず何でもええねん。いいかまだガンガン進むぜー最後のうちもその逆かーい